石原明の経営のヒントプラス第509回非破壊検査機器を輸出しているという業種になって、私は35歳で脱サラして日本とタイに会社を設立して 4年目です。2社合計の営業利益が3000万円を超えるというところです。3年間は1人で経営をしました。また自分も組織マネジメントは苦手なので1人でどんどん突き抜けていく存在に憧れています。そうなると本業を継続発展させながら事業投資だと思うのですが、この道に進むための心構え、解説をお願いいたします。これで言うと会社の大きさとかさ規模感関係なく投資しようと思えばさ数百万から数千万の投資の枠があればいいんで、あとは始める勇気だけの話だね。だって3000万の利益出てるんでしょ。だからまあ500万とか1000万ぐらいは投資できるよね。だからその投資って時間がかかんないじゃん。みんなさ例えばさ3000万税金払った後に儲かりました、3年間で9000万です、1億ですってじゃん。で1億でさ事業をやってしまうんで、1億で事業をやると何が起きるかって言うとさ、場所が必要、人が必要で人件費、椅子とか机とかパソコンとかで管理までして、重たいものを持ちながらまた頑張って営業利益が1000万ありました、でも半分税金ですってなっちゃうから、事業をやった上にもう一個事業をやるっていうのはなかなかもうお勧めできない。だから事業をやったら次は何かって収益上げたのをこれキャピタルで回した方がよくて、事業がガンガン拡大しないならみたいな前提ですか。もちろんね。だから最近だってもうベンチャーには VC 作りながら行けって言ってるからね。VC 機能を持ちながら行った方がいい。だから個人も企業も、要するに資本主義社会の成功って、ワークをしてる上ではもう資本主義社会の成功に行き着かない。自分が稼ぐってことは何かって言ったら、稼いだお金を、やっぱりキャピタルに回して、でもう一個大きい、まあ、あの動かし方をしないと、まあ、逃げ切るっていう言い方はおかしいけど、あの本当にやりたいことを一点の曇りもなくできないんで、だから個人は個人で経済抜けるべきだし、企業は企業で経済抜けるべきでしょ。である社長がさ、みんな頑張って儲かったお金で投資して収益上がったから3年間売上ゼロでもうちの会社行くぜっていうのよ。超真面目にやんないって言ったらどこよりも勝つよ。そういう会社作るべきでしょ。だってこの資本主義社会がそうなってるんだから。それができる仕組みなわけですよね。そんな仕組み作ってくれてるのに何で使わないのって話。そこまで言っちゃった人たちが、人がどうか社会がどうかじゃなくて地球のために、もうない。そういう人間でしか入っていけないようなコミュニティができるはずだから、大きさ関係なく早めにそういう地に行った方がいい、ね、それってやっぱそこまでの資金をしっかりと手にしてから、こうじゃなくて初めからリセットスタートするんですか。でも同時だよ。いやそのつもりで収益出せばいいじゃん。いや投資分も収益だって収益上げとかなきゃダメって考えるともっと緻密になるよ。だってトントンっていうのはさ10年間何もしないで人生浪費してるってことか。これ結構経営者から見たら厳しくて、自分の人生もそこで停滞してて、集めた人たちの人生もそこに浪費させてるわけじゃん。だからトントンで10年やってて素晴らしいでしょ、みんな食べさせててって言うんだけど、まあ全然ダメじゃんね。だからそうなったらもっと頑張って収益出して、その収益を大きく回して全く何もしなくても良くなるところに行った方がいいじゃん。いや変な話さ、一番優秀な会社作るにはさ、経営者がさ会社から給料取らないことじゃん。一番重いんだから、取らなくても良くなるものを、まあ、キャピタルで取れば。ああそういうことですか。抜ければさ、まあ、企業競争でみんな勝つよ。地方インフラ全部勝つよ。誰が一番給料もらってんだ、おめえだろって話じゃん。抜けろよ。ちょっといやなかなか、そういう話、ね、いや企業も同じサイクルを持ってる、はい、それでみんな頑張ってって、頑張ったおかげでもう収益上がっちゃったから、もう今日からもう超真面目にいくぞ、利益度外視って言ったらあれだけど、もっともこれ、まあ、でもっていう時のマインドというか、ここの心構えってあるんですけど、質問に、その心構え前提でもうスタートして、で収益上がったものに関しては事業投資というよりも、できるならさっき勇気とかその感覚を持ってもう投資したいということなんですね。だって失敗するし全部うまくいくわけないじゃん。でもさ、ビジネスには全てリスクがあり、そのリスクにあえて挑みながらも、人類で誰も成功してない人がいないとかだったらなんか難しいけど、ある一定数は成功してるわけじゃん。ってことはそのある一定の成功してる人たちは何しててどこから情報を取ってるかっていうことに走っていけばいいだけ、うん、だってみんな分かんないんだけどさ、誰かがどっかに連れて行ってくれることはないわけでしょ。確かに、ね、待ってても無理じゃん。行けよって話で、あ足あるし目あるし手あるわけで、場所があるんだったら見つけて行けじゃん。今すぐ始めたの。今すぐ始めた。何やってんのってということみたいですので、余裕があるんだったらもうすぐ始めないと、はい、まあ、失敗とか成功しながら行くわけじゃん。もちろんね、と情報もないのにやっちゃダメだから、どんな情報とかどういうふうなことを制すればいいか。例えば日本だったら年間80社上場するわけだね。でもう社会的に言うと、その上場会社がないことにはあの経済回らないわけで、ということはそれの 20% ぐらいにいた人もいるわけじゃん。僕その人でした、会えよって、人間だろって、うん、でもしろよじゃん。なんでいいじゃん、僕タイにいてこうですって、タイは僕は何でも案内しますみたいな、いいじゃんそんな、何でも絶対会えるよ、そんなの人間だから、はい、僕に会いに行かなくたって、そういう人に会いに行って情報取ればいいじゃんというわけでやってまいりました、はい、ありがとうございました。